おはよう、ドジマくん。おはよう。だいぶ眠そうだけど、今起きたんだ。今起きたからさ、夜だけど。夜だからだよ。夜だから起きたんじゃないの。ピョンくんは夜起きるんだ。いえ、それそうでしょ。この格好見てわかんない。僕、夜行性だよ。皆さん、はじめまして。VTuber の堂島仁です。同じく VTuber のイオンレッドスピネルです。吸血鬼です。はじめまして。お願いします。僕たちが暮らすこのショールームハイツではですね、うん、家賃ただ、光熱費ただ、その代わりショールーム配信で人気を出さなければいけないという過酷なノルマの中、配信を頑張っていこうと思ってます。僕がもともと一人で住む予定だったこの部屋に、うん、ピョン君が押しかけてきたという、まあ400年ぐらい世界を旅してね、放浪してきてるからさ、そろそろ人生の墓場を決めなきゃいけないじゃない。ここで死のうとしないで、うん、まあまあ最後はここにしようかなって思ってさ、棺桶を持ち込ませていただきましたよ。趣味か。ああ、これはね、クイズが大好きなんですよ。あ、クイズ趣味なんだ。へえ、やるのと出すのどっちが好きなの？どっちも。どっちも。あとね、うん、僕お酒が好きなんだよ。お酒？ああ。ビールが多いんだけど、ビールを中心に、うん、いろんなお酒飲んでる。ああ、そうなんだ。じゃあ結構詳しいんだね。どういう時にどういうお酒を飲んだらいいかとか。だからそういう質問があったら答えていきたいと思います。うん、なるほど。僕はですね、動物がめちゃくちゃ好きですね。一番好きなのはまあ深海の生き物。あ、そうなんだ。そう、海の生き物も好きだし、あの絶滅した生き物とかも好きだから。あー、うん、なんか吸血鬼に通じるもんがあんのかな。まあまあ僕の時代は生きてたみたいなのいるからさ、いつの間にかいなくなってんだ、ね、あいつみたいな。じゃあ次の質問いきましょうか。はい、これはどうだ。どうぞ。ほら、2人の特技を教えてください。いや、僕はあの、はい、結構あやとりとかさ、あ、うん、ジャグリングとかさ、はいはい、あの手芸をさよくやってたから、はい、あと絵も描けるからね。いずれさ、ちょっと絵も見せる、うん、絵も全然、言われたもん全部15秒以内に描けるから。これイオン君に比べたらいろんな多分仕事とかもしてきてるし。ああ、なるほど。社会経験豊富だからさ。それが社会経験が特技？すごい。イオン君に比べたらっていう、うん、条件付きでね。あ、そうしたらまあ全人類そうなっちゃうけどね。というわけでね、うん、この2人でショールームハイツから配信していくので皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。バイバイ。